こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。安倍総理の辞任が大きく報じられ、次期総理大臣は誰なのか。気になるところです。多分菅官房長官ではないのでしょうか。その次が、やはり、我らが河野防衛大臣ではないのかなと推測しています。どの陣営も牽制をしながら、候補者は総理大臣の椅子を目指し党員選挙を繰り広げるでしょう。牽制で思い出したのですが、ステルス戦略爆撃機を米国がインド洋に配備したと、米国の中国への牽制なのでしょうか。詳しく見ていきましょう。2020年8月、アメリカのエスパー防衛長官がステルス戦略爆撃機である。B2 スピリット3機を、インド洋のディエゴ・ガルシア島の基地に配備し、それが中国に対する牽制だと報じられた。ステルス戦略爆撃機 B2 スピリットは、元は旧ソ連の核施設棟を爆撃するために冷戦期に開発されたものだが、旧ソ連の崩壊を受けて大量配備が中止され、全21機のみが生産された爆撃機だ。それゆえに、生産コストは莫大な金額に達しており、1機あたりの調達価格は約2200億円以上とも言われており、2020年時点においても世界で最も高価な軍用航空機として、その名を知られている。8月18日開始のアメリカ軍と韓国軍の合同軍事演習に先立ち、このディエゴ・ガルシア島の基地から2機の B2 スピリットとテキサス州及びグアム島の基地から各2機の B1B 合計6機が朝鮮半島に派遣されたという。こうした合同軍事演習に合わせて6機ものアメリカ軍爆撃機が派遣されるのは、これまでにも例がなく、先の中国に対する牽制策及び北朝鮮に向けたアメリカ側の強固な意思表示だと見られている。ことに、ステルス戦略爆撃機 B2 スピリットで考えた場合には、アメリカ本土のミズーリ州の空軍基地から南シナ海に飛行するには、半日以上が必要だが、ディエゴ・ガルシア島からだと5時間弱となる。この時間の差、及び B2 スピリットが持つ高度なステルス性能は中国の防空網に対しても重大な脅威となることは明白で、貿易戦争から新型コロナウイルス、香港問題と米中の対立を浮き彫りにしている。アメリカの大型原子力航空母艦が構成する空母打撃群の展開が、中国が配備を進める中距離ミサイルの影響で制限を受けると見られている中、この B2 スピリットの存在は比重を増したと言えそうだ。しかし、インド洋のディエゴ・ガルシア島になぜアメリカ軍の基地が存在するのかと疑問を持たれる向きや、そもそもディエゴ・ガルシア島とはどこにあるのかと思われる方もあるかもしれない。ディエゴ・ガルシア島は、インドの南方海上約1600キロに所在する島であり、7つの環礁と60余りの島々から構成されるチャゴス諸島の中の1島であり、同諸島で最南端かつ最大の面積の島である。チャゴス諸島では、最大とはいえ、ディエゴ・ガルシア島はわずかに
44平方キロほどの面積しかなく、沖縄本島が1199平方キロであるのと比較すれば約 3.6% 程度の面積に過ぎない小島だ。こうした人が居住するには狭いことも、アリディエゴ・ガルシア島はほぼ18世紀後半までは無人島だったが、フランスがモーリシャスを領有した際にその一部とされ、同時に入植が始められた。フランスはディエゴ・ガルシア島を、多くの植民地がそうであるようにサトウキビやココナッツのプランテーションの場とし、アフリカやインドから奴隷を労働力として投入して農作業に従事させた。やがて1814年にパリ条約が締結されると、モーリシャスそのものがイギリス領に代わり、ディエゴ・ガルシア島を含むチャゴス諸島も同様だったが、奴隷労働は続き、20世紀には居住者は約1500人にまで増える。しかし、第二次世界大戦後、米ソ両大国による冷戦構造が鮮明になると、アメリカ海軍がその地理的に中東に近い利点に着目、海軍基地を置くことを検討して、イギリスにその旨の申し入れを実施した。そして1965年、モーリシャスがイギリスの植民地から独立するとになるが、この時ディエゴ・ガルシア島を含むチャゴス諸島は、その独立と引き換えにイギリスの統治下に止められ、翌年からアメリカ軍基地が置かれる。アメリカ軍基地が置かれた1966年から、英米はまず50年間その使用を認める取り決めを行い、その後さらにそれを20年間延長することが認められ、2036年までこの状態が続くことが確定している。イギリスからディエゴ・ガルシア島に基地を置く租借権を得たアメリカだが、1968年からディエゴ・ガルシア島を含む全チャゴス諸島の住民を退去させることに着手し、1974年までにイギリスの了承を得てそれを実行した。アメリカがディエゴ・ガルシア島を含む全チャゴス諸島から住民を排除したのは、例えば在日米軍基地が多い沖縄での騒音や事故などに起因する諸問題で基地維持に支障をきたすことを熟知していたためとも言えるだろう。さらにディエゴ・ガルシア島が中東に近く、空中給油機を配備すればビーニスピリットなどの爆撃機のほか、戦闘機までも作戦行動範囲に収めることができ、そうした装備を持たない国からは攻撃される恐れがないこともメリットだ。事実、1991年の湾岸戦争時のイラク爆撃、2001年のアフガニスタンへの爆撃、2003年のイラク戦争への爆撃をディエゴ・ガルシア島から発信したアメリカ軍爆撃機が実行しており、アメリカの世界戦略に欠かせない基地となっている。